試合も20分マッチで行われます。選手の紹介を審判会議員の方、今西美晴選手28歳、審判台左側、桑田博人選手、トスの結果、今西選手がレシーブを選びました。この試合の解説は、河内和馬選手と大西健選手に来てもらっています。よろしくお願いします。お願いします。桑田浩子、キッズサーブ、レディプレイ。ラブ15。いいリターンですね。15 now。 いいラリーでしたが、桑田さんよく拾いましたね。いや、やっぱ女子のラリーはテンポが速いですね。あ、1試合やってるだけあって15-30、足がすごい、もうめっちゃ動いてますね。サティオ、40-30。アドバンテージ、今西。アウト。ディース。
Next, second service.Advantage, Imanishi. Game, Imanishi. Pass them. 今、ブレイクした Imanishi 選手ですが、河内選手、たまに練習を一緒にすることがあるそうですが、Imanishi 選手のプレーの特徴であったり、性格で何でもいいんですけど、何か教えてもらえますか？Imanishiさんはですね、見た目はおっとりしてるんですが、テニスはすごいスピード感があって、男子選手よりもボールのスピードは速いんじゃないかなってぐらいのスピードボールは武器ですね。あとはやっぱりフットワークがいいので、フットワークを生かした速いテンポのプレーがすごい魅力かなと思います。でもそういうところも注目して見てもらえたらなってところですね。あと結構気強いですよね。前に入るにもやっぱ早いですね。これも攻撃的です。サーティラップ。40 lap.40, 15. Thank you.
ゲームですね。今西選手から3-0になりました。今西選手試合見ていかがですか？やっぱり今西選手のフットワークを使った攻めっていうのがすごい速くて、それに桑田選手が今ちょっとなかなか対応できていないっていうところがあるんですけど、なんか見てるとカウンターがすごい武器にしてそうな桑田選手のそういう感じがあるので、もう少しやっぱり上がっていけたら今西選手も少し出せるところがあるかなとは思います。逆にカジ選手、女子選手目線マリさん、レッドです。キープですね。上杉選手が先ほどから桑田選手をですね
応援されてみたいなんですが、どうですか、上杉さん。頑張れ桑田さん、負けるな桑田さん、こっから行きましょう。いい展開が増えてきましたね。
次がラストゲームとなります。このゲームとは勝ちにしましょう。そうですね、2人とも